聞いたからにはもう君に選択肢はないって。イグロさん、ん？選択肢まだあるかも。ミサキ。君何か仕込んでる？その体で俺より力あるっておかしくね？育ち盛りだからね。紙一重だったね。俺の上を飛んだ子は初めてだ。皮肉じゃなく本当に危なかったよ。イサキ、おい、イサキ。宝石の使い道はあれでよかったの？うん、僕が出てるからね。最初の使い道は決まっていたんだ。イサキちゃんの種族進化、僕が守れる手を広げるだけじゃなくて、一緒にみんなを守れる仲間を増やしたいんだ。今のミサキちゃんはもうゾンビじゃない、ヴァンパイアラーバだよ。なるほどね。殺されちゃったけど死なないって不思議だね。でもおかげでやっと馴染んだかな、生まれ変わった気分ってやつ。うん、変わってないか。私は元から人手なしだもんね。何か乗りましたね。追ってかな。いない。でもすぐに追いかけて。あれ？わあ！下から上に向かって飛ぶのは難しいっぽいね。あ、いたいた。危ない危ない。けれどすごいすごいよポルカ君。私初めてなのに普通にこの体動かせるよ。吸血鬼いいね、気に入りました。ねえクラリッサ、私今楽しいよ。